マチュピチュデイ2が始まりました。とりあえず今 C 社作ってます。こんな場所で店ができるなんて最高だな。ラピュタの世界でしょ。なんか街の感じがね。オープンに向けて内装を進めてます。店で働いてもらうスタッフの面接と、できれば明日ぐらいにはオープンできるといいなと思ってるんですけど。プラス時間を短くしなきゃ。今度言うのと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 言はい、マチュピチュデイ3ですね。ついに何とかしてこの後マチュピチュに店をオープンさせようと思ってます。わーすげー大自然すごいな。昨日ね、面接何人もしてスタッフが決まってですね、なんとかいろんなトラブルもありましたが店をオープンできそうです。マチュピチュで C 社は流行るのでしょうか。いよいよ今日オープンですね。はい、頑張りましょう。営業許可のインスペクションが入ります。怖い人たちがいっぱいチェックに来てます。無事通るといいですね。検査がね、物々しい感じですけど、通ることを祈りましょう。インスペクション通りました。今僕らはクスコから荷物を届けてもらってんのを取りに行くところです。いやー楽しみだな。電車が到着しました。ということで、いよいよある荷物が到着しました。ちょっと経緯を説明するとですね、今回のこの旅でカメラマン役で来てくれてるゆきくん、彼はマレーシアに住んでて、彼無職なんですよ。そんな彼に冗談で、いや俺マチュピチュ行くんだけど一緒に来ないって言ったら、いやロイさん俺無職ですよ、でもめちゃめちゃ行きたいって言って、今からカジノ行きますと。で、全財産持ってカジノ行って、もしそれで勝ったら一緒にマチュピチュ連れてってくださいって。全財産さん亡くなったら僕マレーシアから一回タイに移って出稼ぎで生活費稼いできますっていう流れがあったんです。で、2日後にヨネさん、ジャックポット引きましたっていう連絡が来て、マチュピチュ連れてってくださいって言って今回来ること。で、そんな一緒に今回カメラマンとして同行してもらったんですけど、この撮影でポンチョが必要っていうことでポンチョ買いに行ったじゃないですか。で、その時にもうゆっくんはもうすでにポンチョ1個買ってたんですよね。で、僕らのポンチョを買いに行って、買い終わった後にちょっといたずら心で、実はペルーにはビクーニャという伝説の動物がいると、その手を使ったゆうポンチョは、まあ、ポンチョってただの布切れなんですけどペルー以外で買うと何百万で、ペルーで買っても、まあ、一番安くて3000ドルからだと。で、ゆきくんに、これ最高級のビクーニャのポンチョを100万円ぐらいの一番いいやつを買っちゃいなよっていう煽りをしたじゃないですか。で、マチュピチュで100万のポンチョ買わせてみた企画まあ決済はマチュピチュでしていただくんですが、クスコマチュピチュどっちで受け取りたいですか。まあそれ受け取りたいのはマチュピチュで受け取ったら別ですけど、はい、エルネストすぐクスコにダッシュしてもらって、だから向こうのお店の人に今すぐ持ってこれるかっていうのを聞いてもらって、マチュピチュにね、そう今から、いやだ100万っすよ。要はマチュピチュで100万のポンチョっていうところに意味があるわけだからね。ネタを買ったんですよ。そうそうそう、思い出を買ったんだ本当かな一生話せる。わー超かっこいい、超かっこいい、マジ葬式に行けるな。
おさあ果たしてどうなるでしょうか。乞うご期待。すごい、ついに決心しました。100万のポンチョ。今から買うポンチョの動物がビクーニャって言うんですけど、それが犬なのかアザラシなのか鳥なのか分かってないで買うユキくんです。何かが分かってない。面白い面白い。マチュピチュって恐ろしい街だね。いやマチュピチュだね。ユキくんに100万円のポンチョを買わせることができました。で、マチュピチュは、まあ言ってもちっちゃい村なんで、最高級のポンチョが売ってるのはクスコです。クスコは、まあここから片道5、6時間かかるじゃないですか。昨日の夜に最高級のポンチョが売ってる店に連絡して、今から取りに行くから決済こっちでさせろと、うちのスタッフを今から取りに行かせるからっていうんで、あの買いに行かせたんですけど、どうやらスタッフに入っている布切れらしいんですけど、ただユキくんはそれを触ったこともなければ、着たこともなければ、どういうデザインかもわからない。100万円の決済をオンラインでして、今からそれが届くっていう、無職のユキくんに100万円のポンチョを買わせてみたという企画なんですよ。やばいですね。それを今日受け取りに来ました。ちょっと待ってみましょう。マルティン、グラシアス、ロンキー、俺が100万円の布切れ。 OK、Thank you。 もう長旅だったでしょうね。もう破けまくってますね。じゃあユキくんのところに戻ろうと思います。旅が大変だったのか、紙で分かるでしょ。こちらが100万円の布切れ戻りポンチョです。ナイスピクニャ。イエーイ。見て、あのね、メイドインペルーでしょ。ここにどこだっけな、ビクニャって書いてある。おー、すごいね。バッキャモコードみたいな。見てた、聞いてた、知らない。髪が、髪が、足が、お布切れが、黒の布切れが。どう、触り心地は。100万円の触り心地。今頃多分テロップでここにビクーニャの写真が出てるから、サッカーおじさんの顔が。おてみてください。あー、お腹が来た。おー、ビクーニャー。100万円のビクーニャー。あー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 、超かっけー。テープ感想。さあ、感想お願いします。思ったよりもでもね、今後観光するのだい全部チャンスでね。おお、あの、あれみたい、あの小学校の時の書道の時に髪の下に引くやつ。書道の下、書道の下に引くやつの薄いバージョンみたいな。まあでもね、これ数年に一度しかペルーでも売れない。ペルーに感謝だね。ありがとうございます。おはようございます。これからマチュピシュの遺跡に行くんですけど、ワイナピシュっていうね、ワイナピシュってどういう意味だっけ。新しい意味ね。そっちに登ってから3時間ぐらいをかけてあれしてからマチュピシュの遺跡を見に行こうと。僕も行くのは初めてなんですけど、行ってみたいと思います。このバスに乗っていきます。南米のバスはだいたいベンツです。一番後ろの席。マジか、ここが一番近い。
そうだけど。締めは最後遺跡に来ないとということでね、店も無事オープンしてミラクルもいっぱい起きて、最後はちゃんとこの遺跡にも来れて最終日でしたけど、いやーめでたしめでたしということで、ただ次はたこ焼きをね店で出せるようにするためにまた年内か、まあ来年早々には来ないといけないんですけど、頑張りましょうね。日本中のたこ焼き野郎応募よろしくマチピチュでやろうぜ。やろうマチピチュで僕らと握手無事マチピチュでの新車店をオープンし、今僕らは LA にいます。モジョフーカラウンジに来て新車を作ってるんですけど、これはウクライナの新車らしくて、明日からラスベガスで勝負してきます。マチュピチュ出店費用をそこで一発取り返そうと思ってるんですが、どうなることやら候補期待今ですね、私はラスベガスにいます。ベネチアのホテルのカジノのトイレです。なんでトイレから撮影をしているかというと、カジノの中がね、もしかしたら撮影できないかもしれないので、これから短期勝負で支店の出店代を、カジノで取り戻すということを、一か八かやってみたいと思います。頑張ります。ここが勝負の場ですね。チップが紫のが5000ドル、黄色が1000ドル。いやー、2000万弱。いくら金額が出てくるでしょうか。ダッキー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 。 Thank you。 マチュピチュ万歳。はい、今回の、マチュピチュの旅最終話、最後ね、ラスベガスに行って散々金かかったマチュピチュ店のお金を取り戻そうっていうことなんですけど、無事大成功しました。寝ぼけながらカジノをやったところ1000万勝ち、ありがとうございます。で、ビニール袋ちょうだいってふうに言ったら、カジノの人がこのなんとトゥミのバッグくれました。トゥミのバッグの中にお金がいっぱい入っているという。マチュピチュ店のお金下ついてもお釣りが出るので、ちょうど奥さんがね LA に大谷翔平の試合を見に行きたいって言ったので、そのお金もここから出したいと思います。今回のマチュピチュ旅最高でした。あれ、ゆきくんなんかすごい元気ないけど、どうしちゃった。今800万負けたそんなバカな、俺と一緒に横にいたじゃないか見てただろうな俺が借金のしていく姿見てただろう。いやもう本当とてもとても男らしい散り際でした。長いリムジンで僕らは今ラスベガスの空港に向かっています。シャンパンでも飲みながらね、お疲れ様でした。お疲れ様でしたありがとうございます。はい、今日はですね、我らのマチュピチュ店のメニュー紹介なんですけれども、つい先日この店の隣の隣ぐらいにある売店でですね、韓国のカップラーメンを見つけて食べたんですけど、マチュピチュで食べるラーメンってすげーうまいなと思ってメニューに追加しちゃいました。まあ、最終的にはちゃんとラーメンの器を買ってそれに入れて出すんですけれども、メニュー表に
ここに空洞。マチュピチュラーメン、マチュピチュラーメンスパイシー、マチュピチュラーメンスーパースパイシーというメニューがあって、ノーマルとスパイシーは35ソウル、スーパースパイシーは40ソウルということで、おおむね1600円ぐらいのラーメンがねメニュー表に追加されました。カップラーメンをただ出すっていうんだと、ぼったくりじゃねえかって言われるから、カップラーメンにネギをふんだんに入れて提供するというメニューになりました。これでね、日本に戻ったら俺ラーメン屋やってんだよね、まあちょっとちでとも言えちゃうなと思って、あの今回初めてねちゃんとネギが入った分量も指示して出来上がったラーメンなんですけど、ちょっと食べてみたいと思います。いただきます。ネギがいっぱい入ってて、めっちゃただ普通のカップラーメンに来るよりもすっげー美味しいです。ぜひ皆さん、マチュピチュに来た際は我らのマチュピチュラーメン、ぜひ試してみてください。無謀でバカで果敢な若造の真実の物語である。突如目の前に現れた謎の男キング、わがまま純度 100% のもう一人の自分キングに教わった全能の魔法。諦めることを諦め、あるがままわがままに。中学生にして南米一のサッカーチームの選手控え室に忍び込み、挑戦状を叩きつけ、スター選手たちとガチ対決。伝説の人チロエトへヒッチハイクと自転車で放浪の旅に出たい。落ち込まれ高校時代5倍の集中力を使い、半年で全国上位の成績受験勉強終了。その結果見事一流大学に合格し、エリートサラリーマンとの突っ走るが、ちょっと待て、子供の頃の憧れ、描いた夢、挑むことなくいつの間にか無自覚にスルーしてないか。一度描いた夢に落とし前をつけてやる。ボクシング現役世界王者に挑戦状を叩きつけ、結果ボコボコのフルボコ。そして若造は気づく、かっこ悪くても負けたとしても俺は俺という物語の主人公なんだ。それなら自伝になるような物語を生きてやる。若造は無謀な挑戦を続け、念願の自伝を出版。今期独立自伝中心の出版社を立ち上げ、アジトとなる新社カフェをマチュピチュ含め世界中に30店舗オープン。全米でも英語版の自伝を出版。今もなお遊びを仕事に愛と自由の冒険を続けている。これは人生を自伝全7巻になるように生きようとしている果敢でバカな若造の物語。全ての夢を叶えるべく諦めることを諦めろ。辻と漫画の融合したストーリー仕立ての新感覚自己啓発書、北里洋平著、悪あがき重版決定。 Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.